げてるの、柔道だからね。じゃあもう一つ言って、なんかこれ、これどうだ、魚辺に同率、同率、魚辺に同率だよ。どう思う、これわかるかな、魚辺に同率だよ。これ子供だけが見てると思わないから、うん、なんかあのあれですけど、まあ魚辺に同率ですよ。どうですかねえ。じゃあ分かった方、一緒に声を上げてみますか。はい、魚辺に同率で、タイ。言ってて虚しくなったらごめんなさい、でもそういうことじゃない。魚辺に同率で、タイね、同率だからタイだから、タイだよね、これですよ。もうじゃあせっかくだからもう一つ、もう一ついこうか。いや、もう一ついこう。よし、もう一つ、もう一つ、二ついこう。うん。もう勇気を持って進むよ。うん。さあ、魚辺に来るまでなんだ！だん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 、もう勢いでやってるからね、もう本当にね。うん。さあ、魚辺に来るまでなんだ！そこまで押すことじゃないんだけど、魚辺に来るまで、シャコ。わかっていただけましたか？魚辺に来るまで、シャコ。さあ、くじけずにもう一つ行ってみよう。うん、これじゃあ最後にしよう。うん、さあ、魚辺で雨具、これは何でしょうか。わかるでしょうか。うん、魚辺に雨具、答えはカッパね、雨具だから。で、魚辺ね、あるね、かんぴょうでもなければ鉄火でもない、葉っぱ、葉っぱ巻き、あれ欲しいよね。うん、魚辺に雨具で、葉っぱ。まあこんなことぐらいしかできないけれども、でもまあうがい、手洗い、いろいろなことを気をつけて、まあ今のこのね時期をなんとかご時世を、うん、乗り越えていきましょう。じゃあそういうことで、立川キウイ地遊びでした。ありがとう。熊本が出身なんですけれども、九州、熊本、北海道、四国、日本全国で今コロナで困ってる、学校にも行けない、みんながね、早く行きたい、友達と遊びたい、遊びたいけれども遊べない、だけどこのね、遊べない、会えない時間が長ければ長いほど会えた時の喜びっていうのは大きいじゃないの、ね、例えば一人で遊んでるとあんまり楽しくない、二人で遊ぶと楽しい、三人で遊ぶともっと楽しいって、じゃあ一人の場合は何て言う、ソロっていうね、二人の場合はデュエット、デュオ、三人の場合はトリオっていうね、四人の場合はカルテット、五人の場合はクインテット、六人の場合はシックステット、セブンテット、エイテット、ナインテット、じゃあ十人の場合は大勢。どう、こういうのってダメ。でもね、今ね、どんな遊びでもいいから、みんなとやっぱりね、次に会える時のことを考えようよ。そしてどういう話をしようか、勉強もしなきゃいけない、そして、お父さんお母さんの手伝いもしなきゃいけない。一番大事なのは何が大事か、うがい、手洗い、そして我慢、みんなで頑張ろう。